こんばんは、タンカチャンネルの時間でございます。ベースの金沢です。石井明です。で、今日のゲストは、ひろき光一さん。こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕はですね、去年初めて、そうですよね、知り合ってというか、ご一緒させていただくようになったんですけれども、昔から名前は存じ上げてたんですけど、私ももちろんなかなかそういう機会がなくて、はい、僕は古いですよね、ひろき。40年ぐらいですね。おだって俺さ、最初のレコーディングってあなた一緒なんだよ。え、覚えてない？榎本さんかな、佐藤達也君。あ、達也さんね。 Still Love You。 あ、そうだ、ひろきの曲だろ。はい、そうそうそう、 Still Love You。 うん、いや、それありがたい。初めてのレコーディングはひろきです。あ、そう、あれ初めて。うん、そう、何歳ぐらいの時ですか？え、同い年なんですか？いや、体が3つぐらい上でね。俺30歳ぐらいの時じゃないかな。うん、まあ分かんないけど、俺遅かったからレコーディングしたのは、うん、あるけど、いろんなとこで顔はよくすれ違ってた。渋谷のヤマハとか。でも演奏のチャンスはほとんどなかったですね。うん、でもやってたよな。やってた。でもやってた。どっちやねん。いや、俺も、うん、まあだからもう昔からの友達だから、うん、で、僕の印象っていうかとしては、こんなマイペースな人もいないんだよ。自分のね、自分の音楽を本当に、絶対ぶれない自分の音楽をやるっていう。で、僕は、まあ、ベース弾きだっていうのもあるけど、いろんなバンド行っていろんな音楽やりたかったから、あれはこれやっていうキョロキョロするタイプだった。この人は絶対一点見据えて生きてきた人だから、自分の音楽を、うん、だよな。いや、ほとんどのことができないっていうことがやっぱりこの年になってよく分かってきて、そうじゃなきゃ生きられなかった。いや、ただね、自分で曲を作ったりとか、なんか音楽を考えることが好きだったから、うん、そういうふうに見えたのかもしれない。知ってる、うん、それはもうよく知ってるし、うん、いや、逆にさ、俺そういうこだわりって今わかるんだよ。俺最近すごくわかる。もう若い時にはなんか全然俺はタイプが違って、人間的にそれこそいろんなこととにかくやりたかった、うん、だからひろきは割合それは嫌って言える人だったから、うん、割合若い時からそうだったの。いや、できないっていうことを嫌だって言ってたんだ、言い換えてたんだと思いますけど、うん、できなかったんだと思った。で、だからやっぱり何十年して会った、うん、ピットインで、あ、そうね、呼んでいただいて、中村さんの時ね、3年ぐらいまでしたか ね、バースデーの時に吉野がひろきさんもやりたいって言ってるって言ってくれたんだよ。すげえ嬉しくて、で来てもらって、その時は石井じゃなかった、佐藤正彦さん。佐藤さん、うん、ああ、それで会ってないんだね、うんうん、そしたら最近、ひろきさんとやるって言う、ひろきと、いいよって言ってたんだよ、うん、そうそう、どうだったったらすごい良かったっていう、うん、そりゃそうだろう、うん、で、それでもう次の時には、タンカチャンネルのゲストの約束を取り付けてこいって言われたのね、うん、何年かおきにすれ違うんだよ。で、俺は覚えてるのはさ、高柳さんが亡くなった時にさ、ピットインでソロ弾いてたんだよ。はいはい、俺素晴らしくてさ。あ、そうでした、うん、素晴らしかった。ピットインが前の場所にある時、うん、うん、2つ目の店舗の時ね、伊勢丹のビルの地下のところね。そうそう、うん、で、あんまり詳しく覚えてないけど、タンゴを弾いてたよね。いや、みんなそのね、リーンカーネーションオブランドという日だったと、うん、今思い出した、うん、タンゴに聞こえたのかもしれない。いやいや、タンゴ やってたから、あの頃ってだいぶ前のことだ、ね、うん、で、その高柳さんといえばね、ああいうすごい人ですから、お弟子さんでもあったわけでしょ。はい、それで、クールジョジョっていう、ね、クールジョジョっていうのは、そう高柳さんのアルバムの名前ですよね。ジョジョさんは高柳さんのことだからね、う
高柳さんといえば僕らあの反音楽論っていう読んだんだよ。読んだんですよ。最近しっかり読んだよ。もう売ってないんですってね。手に入んないんですって。いやでもねすごかった、あのね途中で一回挫折したんだよ、読むのに濃すぎて、でどういうことなんだろうっていう考える時間がすごくいったし、場所によっては1ページ進むのに2日ぐらいかかるような、でも、そう僕はあの高柳さんの生前にお会いしたことがないんで、もう本当に今言ったらもう怒られても何してもそばに行きたかった、あの素晴らしい、あの本は素晴らしいと思う。でもみんなが読まない方がいいと思う。もう自分に立ち直れなくなる人もいるだろうね。とか自分にさ跳ね返ってくるものがすごいよ。そう音楽って楽しいよなと思ってるやつは読まない方がいいよ。ねえ、まあ、というか、そういう部分の高柳さんのお話を聞きたかった。あの当時私19ぐらいの時から習い行き始めましたけど、すぐ自宅の方の生徒にさせてもらって家に上がらせてもらって月4回レッスンでしたもんね。でそれはだからそのくらい早くあの基礎練習を仕上げて次のステップに行けと、楽器の基礎ができなきゃ何もできないんだから、まずそういうことをちゃんとやって、でそれにはスピードも必要だってことで4回だと。でも実際こういう活動を始めちゃうと4回はいけなくて月2回ぐらいになっちゃって、まあ、それで電話するのもすごい怖くて後ろめたくて、そんなんでずっと、でも亡くなるまでもう本当に動けなくなるまで私17年間家に通いましたよ。17年間、私は35の時までですから17年間通って、でもねあの今でも生きてらしたら何を考え何をしてどんな音を出してたんだろうっていうね、そういうのもすごい残念だと思うし、今生きてらしたらあのまだ会いに行ってると思う。それだけのそういう人だったと。で、まあ、幸いその奥様がまだお元気でね、あの連絡が取れるので、あの、まあ、最近コロナになっちゃってあんまりお会いできないんだけど、あのいろいろ話を聞かせていただいたりとか、まあ、あの本人からは聞けなかった話もいっぱい聞かせてもらったりとかしてね、すごいありがたいです。面白いなと思いますよ。なんかさ日本人であることとかさ、日本人がそのジャズをやること音楽をやることとかさ、なんかあの安易にニューヨークとかホストンの方向いてるだけじゃないことって絶対僕はまあ大事だと思ってるんだけど、そういうことのなんか堂々と胸張ってさ、言い放ってるよね本の中で、あれ痛快だね。だから、本当にあのすごい今の日本の音楽界に足りないものが、あの人は全部ちゃんとしてて、例えばクラシックなんかもそうだと思うんだよ、なんかヨーロッパの方変に向いてドイツで受けた、だからすごいんだみたいな、そういうことじゃないでしょみたいな、答えがあの本の中にあって、それを間近に本人と接していたっていうのは弘樹にとってのすごい宝だね。そうですね。ね。あのとにかく読み書きをちゃんとしろってことが最初から言われてて、レッスンの最初の日から作文提出ですよ毎回。作文提出。本当に読み書きなんです。そうなんだ。その譜面の読み書きじゃなくて。本を読むってことはもちろん当たり前で、自分でも書けなきゃダメだって。でずっとそういう訓練を させられて、それででもだんだんサボってしなくなっちゃいましたけど、でも そのことがなんか残っていって、 ある時その他 の言語学の本なんかもこうやってかじって読んでみたら、その音列をこう作っていくっていう、開発して自分のフレーズを作っていくってことと言葉を発するってことは同じ部分で行われてるんじゃないかって研究がだいぶなされてきてますよね。そのことをだから当時もう30年40年前にもう知ってたっていう、身をもって知ってたっていうところがすごいなと思って、多分 そういう発想から要するに全ての面において自立せよということを教えてくれてたんだと思います。だまあじゃああの本は高柳さんのフレーズ集というか、あの音楽そのものってことですよね。そうですね、すごい過激で
あえて敵を作るような時期もあって、そういうところが今の時代だとちょっとこれ言い過ぎなんじゃないのっていうふうに思われてるところもあったりとかして、なかなか全ての人に受け入れられるのは難しいと思いますけど、そうやって生きてきた時代の中でそうやって全力でちょっと先を、ちょっと先というかだいぶ先をこうずっとあの駆け抜けていた人なんですね。だから今 の言葉として、考え方は通用するけど言葉は今の言葉じゃないことがいっぱいあるから、そういう意味でもある意味で面白い本かもしれない。まあ、だから言葉にしたり本にすると今言われたように言い過ぎじゃないかとか、今まあ何だってそうだよね、テレビとか新聞なんか言っちゃいけないことがいっぱいあって、でも音楽って本当はそれいらないわけじゃない。だから俺たちはそれをできるんだよ、音楽ではきっと。だけど言葉とかにするとタブーってある社会になっちゃってるから、だからその、まあ、音楽でできるっていう環境にいるのはいいことだよね。高柳さん全てがそうだったんだね、きっと。伊野さんに聞いたんだけど、ピットインでお客さん怒った話とかさ、自分はすごく勉強してここにいるけどあんたたちは何も勉強しないでここに来てるだろうっていう、あの非常にその現象だけはひどいことだと思うけど、そういうもんだよね音楽って、あの過去にあったすごい人もマイルスもみんな受け入れられるかどうかなんて考えないで音楽やってるという。それは間違いない。そういうことが一番大事で、受け入れられたかどうか結果じゃん。なんかそういう姿勢をひろきはずっと持ってることを尊敬します。いや私はいやそんなんじゃないですけど、まあでもやっぱりできないことっていうのがどんどん明確になっていくから、まあ、できることをそれをまた許してくれる人とこうしてやっていきたいなと思ってますね。素晴らしいですね。で今日はひろきとできるから実はあのリクエストしてます、ひろきの曲をやりたい。 なぜかっていうと、まあ、吉野ひろしとやった時に吉野がこんな曲やりましょうってひろきの曲を持ってきた。で、あのタイトル読めないんだけどさ、あの日本語でベーシストの孤独。そうそう、ベーシストの孤独なんだけど、あれはスペイン語ですか、ポルトガル語です、ね、ポルトガル語か、ポルトガル語か、まあまあ全然読めない。でもベーシストの孤独、孤独だよベースはうちの中でも孤独だね孤独な人が2人いるよねじゃもうベーシスト2人、まあ、じゃあちょっとそのひろき君のその曲を演奏したいと思います。
これいい曲です。ありがとうございます。素晴らしい曲です。素晴らしい曲で孤独に弾かせていただきました。全然孤独じゃなかった。俺ならいるやん。俺やない。いい曲ですね。ありがとうございます、ね、本当に。でもいいとこはなんかその吉野がこういう曲があるんだって持ってきてベース弾きの孤独を2人でベースがやるって、ね、ああ。しかもひろきのいないとこでね。いやそれがねさっき金沢さんおっしゃってたそのベルリンを向いてるわけじゃないニューヨークを向いてるわけじゃないっていうことですごい大事なことだと思うんですよ。だからみんながこうなんか本人がいてもいる時にその人のオリジナルをやったりすることは多いじゃないですか。でもそうじゃなくていないとこでもそういうふうにやってみたりとかなんかこう素材として題材として使ってみたりとかそういう垣根が取れててなんか曲自体プレイヤーと曲がセットじゃなくて違うとこでもこう発展していったりとかするとまた日本は日本でなきゃないような音楽もあるでしょうからそういうさっきおっしゃった可能性っていうのが広がっていくことにつながりますよね。またやろうよ。うん、もちろんお願いします。声かけさせてもらうし一緒に何かやれる機会がもしあったら嬉しいし、はい、だんだんあの最後までの自覚が秒読みになってきてますから、はい、年齢的に、はい、何十年も待てないよまあとにかく元気で、またお会いしましょう。はい、どうぞよろしくお願いします。今日は広瀬浩一さんに来ていただきました。ありがとうございました。